この度は広告収入の件で長い間皆さんを黙りし続けてしまい本当に申し訳ございませんでした初めて見ていただく方にもお分かりいただけるように順を追って説明します去年から配信で発生した広告収入その中から サブスクライブとビッツを引いた金額をツイッターで視聴者の方に抽選で配るという企画をしていました。この抽選で配ると言っていた配信の広告収入を実際には一度も配らず皆さんを騙して全て自分で受け取っていました。 そしてこの配信を続ける中で自分には実際には配っていないと指摘して,下してくださる方々にも自分は配っていると嘘をつき続けてきました僕の自己顕示欲と承認欲求を満たすためだけに大勢の皆さんを騙していました 自分の自己顕示欲と承認欲求を満たすことだけのために辞めることができず最後まで辞めるように説得してくれた彼女よりも自分のプライドを優先してしまい彼女と別れてからも 謝罪から逃げ続けてきましたこれからは誰かを騙すような行為人をおとしめるような行為をせず生きていこうと思いますこれが皆さんの前でお話しする最後の機会になると思います今まで ん騙してしまい申し訳ございませんでした最後まで聞いてくださりありがとうございました本当に申し訳ございませんでしたハリハリじゃんけんしましょうかハリハリじゃんけんっていうのは じゃんけんで僕に勝ったら一週間いいことがめちゃめちゃあるっていうじゃんけんです。久しぶりにじゃあハリハリじゃんけんありますね。ハリハリじゃんけんじゃんけん